さて、タイモン。あなたの視点から、昨日何が起きたのか話してちょうだい。なるほど。二人の違った視点を利用する。ね。それから、旅人はシティの外に行ったんだ。オイラもずっと目でこいつを追ってたんだけど、ある瞬間を境に姿が消えて。いや、オイラはずーっとお前をしっかり見てたんだぞ。それで旅人の視点は？記憶が全てなくなっているのは確かなの？これで以前のことも説明できるわね。あなたたちは外に行ったけれど、二回ともその日の記憶が完全になくなっていて、呼び覚ますことができなかった。外に行くと、オイラたちの記憶が完全に消されるのか？どうやら、外には秘密があって、それが意図的に隠されてるみたいだな。でもそうなると、オイラたちも外に何があるか永遠にわからないぞ。例えば、メッセージとかか？でも、どうやってそれを送るんだよ。そんなに私を見ないで。私は、見られることに慣れていないの。わかったわよ。メッセージを伝達するツールが必要なんでしょ？少し時間をちょうだい。その間、あなたたちはドニアザードの面倒を見ていて。よし、そう来なくっちゃな。持って行きなさい。ん？これってアーカーシャ端末じゃないか。少し手を加えたの。アーカーシャ端末にはもともとメッセージ伝達の機能があるわ。私はただそれを任意のポイントに向けられるようにしただけ。そんなこともできるなんて、ナヒーダはアーカーシャに詳しいんだな。とにかくこれでメッセージを保存できるってことか？ええ。メッセージの保存は私が手伝う。操作も簡単だと思うわ。でも私でも、シティの外の環境では、使用者の状態と電波の問題について保証できない。試してみないとわからなそうだな。でも少なくとも、流れは今オイラたちの方にあると思うぞ。行こうぜ！賢者たちの尻尾を掴んでやる！うっ！おう！もうわかった！もう昨日一回経験したから、今日はそこまで心配じゃないぜ！お前と離れるのは、やっぱり落ち着かないけどな。おう！また明日な、旅人！これが、今までに起きた全ての出来事だ。ええ、電波が少し途切れ途切れでその干渉を受けてしまったけど、それでも外に行っていたあなたからいくつかメッセージを受け取ったわ。よし、事情も一通り分かったことだし、早くメッセージを聞いてみようぜ。引き返せない。あそこには、あまたの空間があり、俺たちがいるのはただ、また一つの空間に入った。流れる砂岩、合狂する魚、存在するはずのない風景。これらの空間はいずれも、内部に人がいないか、無言の人形がいるだけ、人間の存在は感じない。
情報量がすごく多いな。つまりスメールシティを出たらこの空間の外に着いたってことか。でもここから外を見ても至って普通だぞ。どういうことなんだ。それにメッセージを聞いてる感じ、別の空間の内部ってこんな不気味なのか。メッセージはもう一つあるわ。夜になってから受け取った分よ。ここに至るまでの間、あれらの空間は止めどなく消え続け、空にある太陽のような場所に吸い込まれていった。最後の空間も消えた。俺の背後にまた新たな空間がたくさん現れた。そうか、わかった。あれらの空間は、おそらくちょうど昨日がその時に終わったのね。そうだ、オイラもさっきアーカーシャの音が聞こえた気がするぞ。現実で鳴ったのか、それとも今のメッセージから聞こえたのか。メッセージよ。多分その時の旅人のアーカーシャ端末から発せられた音ね。その音がした後、旅人は最後の空間も消えたって言ってたな。旅人、あなたは最後の空間を何だと思う？記憶にある限り、一日の終わりにはいつもワーカー車の音が鳴っていた。まさかあの空間こそが現実？でも現実空間があのように消えてしまってはまずいのではないだろうか。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないということ。いや違う、もう少しか。いや違う、毎日オイラたちがピーって音を聞いた後、すぐに二日目になってたよな。あれってオイラたちのいた空間が消えたってことなのかも。その後旅人は背後にたくさんの空間が現れたって言ってた。毎日新しい空間がたくさん現れてるのか。なんか混乱してきたぞ。そのたくさんある空間って一体何なんだよ。当時の魔人戦争がどんなに悲惨なものであったとしても、魔人たちにとっては広間にある七つの座を奪い合うただのゲームに過ぎなかった。あなたの目の前にあるものがどれほど奇妙であっても、もしかしたらただ小さな秘密を告げているだけなのかもしれないわね。魔人戦争、珍しく真面目な比喩だな。え、どこ行くんだよ。
冷静に考えたいのか？わかった。じゃあ、オイラも邪魔はしないぜ。家臣の舞が始まる。もう行かなきゃ。その、ドニアガード、一人で行ってくれないか？オイラたち、まだやることがあるんだ。そう、わかったわ。また後でね。旅人、考えはまとまったか？もうだいぶ時間が経ってるけど。おお、やったな！早く教えてくれ！いや、やっぱりナヒーダのところで話そうぜ。今度こそ真実を掴んでやる。若い頃に掘り出したのは、まさかマハールッカレバータ様が残したお宝ではないだろうか。行こうよ。戻ってきたわね。待ちくたびれていたところよ。その表情から察するに、家臣探査の卒業テストを始めてもいいのね。それじゃあまず、隠された真実については、もう見つかったかしら？月、虚言。嘘。これは何を意味しているんだろう。シティの外に行ってから異様な光景に包まれた空間を数えきれないほど見た。あれらの共通点はどれも人の気配がないということ。もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで過信短日が無限に繰り返されているかのように。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿。すべての民の英知を束ね、人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。スメール人は夢を見ない。奇妙な現象だ。あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして夢の中に人の気配はなかった。俺たちは夢の中にいる。
スメール人は夢を見ないのではなく、夢をアーカー社に奪われただけだった。スメール人は、ただ自分が夢を見ないって思い込んでるだけで、本当は、アーカー社が知らないうちに、その夢を盗んでたんじゃないか？あれら無人の空間は全部、主をなくした夢だったんだと思う。だからこいつの言ってた空間は、あんなにも奇妙な光景が広がってたんだ。つまり、スメール人も、本当は夢を見ることができる。そして、オイラたちは今、実際に夢を見てるんだ。正解よ。それで、あなたはどうしてアーカー社にそれができると見抜いたの？人々に知識を授けているわ。すべての民の英知を束ね、知恵の神の力が具現化した姿なの。アーカー社は神の心によって稼働していて、いや違う、もう少し考えないと。知恵の神の力が具現化した姿なの。いや違う、いや違う。なるほどな。森にいた夢を操れる生物たちの力も送信によるものなんだろ。だったらアーカー社にも夢を操る能力があるはずだ。でも人々の夢を奪うことが、アーカー社のすべての民の英知を束ねる方法なのか？このことは、どう説明したらいいんだろう。夢は永遠に不思議なものよ。繊細で想像力に満ち溢れている。それに、人間の脳が最も活性化するのは、夢を見るときなの。言い換えれば、夢とは人類の英知の集合体というわけね。前にハイパシアが言ってた考えとは正反対だ。あいつから聞いた話だと、確か賢者たちは夢を愚かな妄想だって言ってるんだよな。みんなが夢を見ないのは逆に神の祝福だって。やっぱり意図的に人々を騙してたのか？教令院の賢者たちは、そうやってアーカー社を通して人々の夢を使った。そうなんだろ？あら、そのように言うからには、もう現状を理解しているってことかしら。なら、今行われている輪廻はどう説明するの？もう何度も過信短日を過ごしてる。まるで、過信短日が無限に繰り返されているかのように。それほど考え事をしていたわけでもないのに、頭が異常なまでに疲れてる。一体どういうことだろう。大賢者は、せいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。Bという音は、アーカー社を操作するときの音。たとえアーカー社端末を外していても、毎晩聞こえてくる。目の前で空間が止めどなく消えていき、アーカー社から音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。あれらの無境は止めどなく消え続け、アーカー社から音が鳴った後、さらに多くの空間が生まれた。どうやら、明確な関連性はないようだ。どうやら、どうやら、
ええ、ハーカー社は人々の脳を常に夢を見ている状態にし、さらには彼らの意識を夢から剥離させることができる。剥離された意識は過信探査の無境集合体に集められるわ。そして誰もいないそれら主なき夢はアーカー社によって収穫されるの。何も知らないまま夢の中の一日が終わり、新たな輪廻が始まる。人々はまた別の過信探実の夢の中で目覚めるわ。そして自分のものであったはずの夢はまたしてもアーカー社によって収穫され、それが繰り返されるの。つまりここは夢を作る工場みたいな場所で、アーカー社は夢の収集機ってことか？その通り。比喩を善用することはいい習慣よ、パイモン。ってことは、オイラたちが聞いたピーっていうアーカー社の音って、現実のアーカー社端末から発せられた音だったのか。だから夢の中のアーカー社端末を外しても無駄だったんだな。さて、最後の質問よ。私は誰でしょう？錬金占いは神の啓示だと言っていたが、ナヒーダは自分を月と比喩していた。つまり今にして思えば、虚言は俺たちの夢の現状を暗示するものだった。今にして思えば、あれは賢者がスメール人を欺いていることを指していた。気づいていたのね。あらあら、これが一番難しい問題になると思って特別に最後まで取っておいたのに。全然難しくなかったぞ。オイラにも分かったぜ。お前にはいくつも特別なところがあったからな。オイラと旅人は気づいてたけど言わなかっただけだ。そういえばナヒーダは本当に最初からヒントを出してくれてたよな。オイラたち前々からずっとクラクサナリデビの情報を聞いて回ってたけど、まさかこんな形で会うなんて。ええ、それは現実に戻ってからにしましょう。でも現状に関する他の問題なら喜んであなたたちに答えるわよ。そうね。どうして私が誕生した日をモデルにしたのかしら。ただの偶然？ナヒーダも理由を知らなかったのか？なんだか妙だな。教令院の賢者は代価を惜しまず、短期間でこれほどまでの夢を収穫した。きっと何か企てているに違いないけど、残念ながら、私は知らないわ。旅人、あなたは何か情報を持っているかしら。あれらの空間は無境のことを思い出させる。なんとなくアビディアの森でそんな夢を見た気がする。そして夢の中に人の気配はなかった。アーカー社は神の心によって稼働していて、知恵の神の力を具現化した姿、すべての民の英知を束ね人々に知識を授けている。そうナヒーダは言っていた。大賢者はせいぜい神の生誕を祝うがいいと言っていたけど、この言葉に深い意味はあるのだろうか。神の生誕を祝う、まさか。人間は本当に夢を無限に作れるのか？この輪廻は一体いつになったら終わるんだ？あなたたちの脳の疲労がすでに答えを出しているはずよ。このまま続ければ人々は耐えられなくなる。特に元から体の弱かった者は
このような無制限の搾取に耐えることは難しい。今のドニアザードのようにね。命が危険にさらされてるのに、人々はそれに全く気づけないなんて。絶対に止めないと。まず、私たちのいるこの無境は、人々がすでに経験した、過信探査の火という現実を完全にモデルにしているの。だから、夢に関する異変に気づくことは困難よ。次に、なぜ人々は以前のリンネに関する記憶がないのか。あなたも不思議に思っているわよね。それは人間にとって、ほとんどの夢は元から覚えられないものだからよ。ましてや、自分たちのものだったはずの夢が、アーカー社に奪われたとなればなおさらのこと。だから、毎回過信探査の夢の中で目覚めても、かつての同じ夢に関する記憶がないの。そういえば、旅人がアビディアの森にいた時も、夢を見たよな。でも起きた時には、何を見たのか覚えてなかった。それも同じことだったのか？ええ。草元素力の祝福を受けるということは、草元素の夢に関する能力の加護を得るのと同じ。それによって、既視感が生まれるの。それに比べて他の人々は、過信探査の輪廻の中で、知らないうちに夢を奪われ続けるしかない。その質問は前にも聞かれたわね。その時私は、あなたたちの精神に大きなショックを与えるかもしれない、と答えた。でも、今のあなたたちは、夢の真実について知っているわ。それらを結びつけることで理解できるはずよ。無誘している人を呼び覚ましてはならない、という言葉を聞いたことはあるかしら。もしも自ら気づいたのでなく、他の者から突然告げられてしまえば、現実と夢の概念や認識に、不可逆的な意識の混乱が生じるの。あなたたちにそんなリスクを負わせるわけにはいかないわ。だから、暗示やヒントの度合いに、私は最善の注意を払ってきた。とにかく、あなたたちに謎解きをさせてしまったことについては、申し訳なく思っているわ。まず、私たちのいる次に、なぜそれは人間にとって、だから、毎回、そういえば、旅人がアビ、ええ。草元素力の祝福を受けるということは、それに比べて他の人、スメールの民を騙し、彼らの命の安全も顧みなかった。教令院の人たちがどんな目的でやったにせよ、許されることではないわ。過信探査の輪廻を終わらせたら、すべてがはっきりするまで調査するつもりよ。教令院の賢者が、自分たちの国の神に隠れて、こんなことをやるなんて、あまりにも無法すぎないか？何せ、私はただの月だから。本当の太陽は、とっくにいないもの。月、太陽。今度は何の比喩だよ。あ、今日が終わる時間だ。え、明日になったら、輪廻を破る方法を教えるわ。二人とも、また明日。オイラ全部思い出したぞ。いや、おはよう暗草なりデビって言った方がいいか。あれ、どうしたんだナヒーダ。顔色が良くないみたいだけど。状況はおそらくあなたの脳裏に浮かんだものと同じよ。ドニアザードが消えた？そんな、
オイラたち、間に合わなかったのか？消失したのは、本物のドニアザードの意識よ。過剰なまでの夢の搾取に意識が耐えられなくなったようね。なんでこんなことに？じゃあ、もう一人のドニアザードは？あいつは一体何なんだ？あいつも消えちゃうのか？彼女は少し人形に似ているけれど、完全な人形というわけじゃない。本来のドニアザードの意識ではもう維持ができなくなり、夢の中における自分の役割を演じることができなくなった。だから代替品として彼女が生まれたの。まるで夢の中の草や木と同じように、夢を構築して維持する部品に過ぎないわ。でもあいつと本当のドニアザードは性格が全く違ってたぞ。確かに人形は比較的無気力で、人間が持つ活力を完全に再現することはできないわ。何せただ役割を果たすだけの存在なのだから。ただ思い返してみると、かつてのドニアザードはあの人形と少し似ていたような気がするわ。確かドニアザードは意識の中でお前に会ったって信じてた。お前があいつを導いてあげたんだな。やっぱりお前もその時のあいつを覚えてるのか？ええ、当時の彼女は家族から異常なまでに過保護にされ、誰も彼女の人格や考えを気にかけていなかった。彼女はまるで自身の魔輪病の進行を遅らせるためだけに生きているかのようだったわ。私はただ彼女に生命を再認識するための英知を少し与えただけ。彼女も自我を有することはできる。でもそんな彼女も今は、私はまだまだよ。正真正銘の神には程遠いわ。少なくとも私は彼女を救えなかった。もし一人前の神なら、最も敬虔な信徒を未練を残したまま過信短術に行かせるなんてことはしない。全部あの賢者たちのせいだろ。ナヒーダが自分を責める必要なんてないと思うぞ。これは自分を責めているのではなく、理性的な判断よ。私と一人前の神の間にはまだ距離がある。そんなこと言うなってナヒーダ。悲しい時は神だって悲しんでいいんだぞ。このような犠牲が再び生まれるのを防ぐためにも、一刻も早く輪廻を終わらせないと。だな。具体的にはどうすればいいんだ？この過信探祭の夢は、アーカー社によってコントロールされているわ。けど、夢を見る能力は人間にしかないの。アーカー社でも、無から夢を作ることはできない。つまり、ここには夢の主となる存在がいる。ここは、その人が作り出した夢ということよ。そうなのか。じゃあ、どうやってそいつを探し出せばいいんだ？ここがその人の夢だとしたら、ここにあるすべては、その脳の深い意識から来るもの。だったらその人は、想像を通して、この夢にあるすべてを思うままに変えることができるはず。想像？どういうことだ？ここで言う想像とは、当たり前という認識を打ち破るものよ。例えば、酒場でウェイターが皿を持ってきたとき、おのずと皿にあるものは料理だと思うでしょ？でも、仮にあなたが夢の主で、同時に自我の意識が芽生えたとする。もしもあなたが、皿の中身を黄金やモラだと想像したら、夢も自然とあなたに答え、本当に黄金やモラが出されることになる。でも、今の状況において、夢の主には、
自分が夢を見ているという認識はない。たとえ皿を一万回出されても、当然ながらただの料理でしかないわ。その人に自分が夢を見ていることを認識させる。そういう時、人は一般的に夢から覚めるものよ。夢の輪廻も終わりを迎えるはずだわ。でも、どうやって探すんだよ。誰しもその可能性があるなら、海の中から針を探すぐらい難しいんじゃないか？それに、もし探し出せたとしても、その人に自分が夢を見てるって認識させるのも難しいことだろう。ほら、お前も言ってたよな。その、無用している人を呼び覚ましてはならないって。確かにとても難しいわ。でも今それができるのは、あなたたちしかいない。これまでにしてきたすべてのことは、夢の主を見つけて、輪廻を断ち切るためなの。あなたたちが探している間、私は外に行ってくるわ。外？お前も旅人と同じように、夢だらけの空間に行くのか？ええ。少し試したいことがあるの。まだちょっとだけ、可能性が残っていると思うから、さあ、早く行きなさい。夢は本来、不思議でロマンチックで、驚きに満ちているものよ。不必要な輪廻は、これで終わりにしないとね。はぁ、あ、なんか悲しいな。せっかくこんな大きな進捗があったのに、ドニアザードは？あんないいやつで、素朴な願いを持ってただけなのに、こんな風に運命にもてあそばれるなんて。そうだな。はじめはドニアザードを助けるために頑張ってたんだもんな。でも旅人、オイラたちがしっかりしなきゃダメだぞ。ドニアザードもきっと、オイラたちにもっと多くの人を助けてほしいはずだろ。まずは、輪廻を打ち破ることに専念しようぜ。そういえばさっき思ったんだけど、賢者たちって、自分を夢の主にするのかな。そうしたらもっと制御しやすくなるだろうし。確かにそうだな。それに賢者たちもオイラたちやナヒーダみたいな不安要素がいるなんて考えなかっただろうし。で、お前は誰が夢の主だと思うんだ？もともと家臣探査のシンボルだったんだもんな。確かに特別な意味がありそうな人物だ。まずはそいつを探ってみようぜ。ですか。前は慌ててどこかへ行ってしまいましたが、何かあったのでしょうか。いや、気にしないでくれ。それより説明が難しいんだけど、オイラたちの実験に付き合ってくれないか。
実験？また急ですね。どんな実験をするのです？何か願い事ってないか？願い？家臣探査に願い事をするイベントなんてあったでしょうか？そういうのは気にしないでいいかな。わかりました。今の私の願いは、少しお恥ずかしいのですが、ドニアザードお嬢様を元気にすることでしょうか。先ほどあまり機嫌が良くないように見えました。誰ともお話をしたくないようで。ですが以前はこうではなかったんです。優しくて気配りができ、子供たちからも好かれていたんですよ。それにもしかしたら、私に花の騎士ファーリスをやらせたのも、私が特別な存在なんじゃないかなと思ったりもなんかして。お前、まさかドニアザードのことが好きなのか？え？そんなにわかりやすかったでしょうか。確かに。今の言い方は露骨だったかもしれませんね。お嬢様はあの時、人々に笑顔で家臣探査を過ごしてほしいと言いながら、私に花の騎士の帽子をかぶせてくれました。しかしお嬢様は知りません。私は他の方の気持ちなんてあまり気にしていないと。あの時の私はただ、彼女の花の騎士になりたかった。50年でも、100年でも。おっと、すみません。勢いに任せてこんなお恥ずかしい話をしてしまって。さて、私の願いは、ドニアザードお嬢様が笑顔で私の目の前に現れる、です。今から願い事をしますね。頼む！かまってくれ！では、目を開けますよ。これは…うえ、パッチ、ダメじゃないですか。ヤルダーキャンディーは一人一つまでだよ。早くお帰り。結局叶いませんでしたね。まあ、私の目の前にいなくても元気であればそれだけでいいんですが。こいつじゃなかったみたいだな。やっぱりそう簡単には見つからないか。でもドニアザードを知ってる人たちはみんなあいつのことが好きみたいだな。でもみんなの知らないうちにあいつは。お嬢様、下がってください。デシアの声だ。そっか、この時間はちょうどドニアザードが人さらいに会った時だ。おえ、でもそれはディシアがやってくれるんじゃ。あ、おい旅人。おっと、あんたか。ちょうどいい時に来た、お嬢様は。おい、これは私の仕事だ。風魔池から金が出されてるわけでもないだろう。わかった。何を苛立ってるんだ。私は何も、あんたの実力を疑っちゃいないんだが。いいだろう。くれぐれも気をつけろよ。助っ人を呼んだのか。無駄なことを。死にたいようだな。歩いてくる。行け。剣女盤石。我が剣よ、影に従え。は
旅人。お前、完全にあいつらで鬱憤を晴らしてたよな。はぁ、お前もナヒーダも、トニアザードはそんなお前たちを見たくないはずだぞ。そうだ、そういえば、オイラ一つ思い出したことがあるんだ。初めて家臣探査に参加したとき、つまりまだリンネに入ってなかったときのことだけど、オイラたちとドニアザードってここへ何か取りに来たよな。確か忘れ物をしたから取りに来たって言ってたような。オイラの記憶力もなかなか悪くないだろ。それにあいつはこの近くに住んでるってのも覚えてるぞ。家臣探査の前夜に教えてくれたよな。おう、どんなに小さな手がかりでも海で針を探すよりはマシだからな。ここだ。勝手に人の家に入るのは良くないけど、今はそんなこと言ってられないよな。あれ、窓が開いてるみたいだ。オイラが入って見てきてやるよ。この部屋あいつの仮住まいみたいだからほとんど何もなかったけど、この本が机の上に置いてあったぜ。見てみるか。気にかけてくれてたみたいだな。オイラたちがオルモス港にいた時のことも。でも家臣探査の準備って忙しいはずだよな。それにあいつは体が弱いし、どうやらドニアザードは家臣探査でこれをオイラたちにプレゼントしたかったみたいだ。この本が見つかってなかったら、あいつがこんなことをやってたなんて知らないままだった。でも今さら分かっても、もうありがとうも言えないなんて。お、今度はどこ行くんだよ。疲れちゃったか。考えてみると、もうここに長いこと閉じ込められてるもんな。ドニアザードと楽しく話をしたのも、なんだかすごく昔のことのように感じるし。
時はみんなここに座って、ドニアザードも目を輝かせながら、ニーローの化身の舞を見るんだって言ってたよな。生きていれば必ず悩みは生まれる。でも私たちはみんな悔いのないように生きているわ。そうでしょ？今の言葉、過去にドニアザードが言ってたことだよな。まさか。ん？どうしたの、旅人。どうやら相変わらず人形のあいつみたいだ。でもさっきのは一体。え、今度はどこに行くんだ？続けるのなら、家臣探査の関係者全員を処罰することになるわ。すでに大賢者も目をつぶっていらっしゃるの。状況をわきまえてちょうだい。そんな。記念して作られたパチサラも結局はあの鮮やかな赤紫色を再現できなかった。鮮やかな赤紫色、これって伝説にある本当のパチサラだよね。今まで気づかなかったけど、まさかドニアザードが見つけてきてくれたのかな。でもお前言ってたよな、この花は家臣が逝去すると同時に絶滅したって。まさか。うん、一体どういうことなんだろう。え、あなたたちなんか変だよ。でもわかった、やってみるね。消えた。夢の主はニーローだったのか。まさかの収穫
赤紫色のパティサラはもうこの世に存在してない。つまりここの舞台を飾ることができるのはニーローの潜在意識以外ありえないってことか。ナヒーダが言ってた比喩を使うなら、人々は皿の中に料理があると思うけど、ニーローは植木鉢の中に伝説のパチサラがあると思ったんだな。だからあの二つの花を見た瞬間、お前はニーローが夢の主だって確信したんだろ。でも輪廻を終わらせるには夢の主に自我の意識を芽生えさせる必要があるんだよな。どうやってニーローに気づかせてやればいいんだ。私、夢を見てるんだよね。え？やっぱりね。過信探査を経験に祝っていた私たちに、クラクサナリデビ様が答えてくれたのかな。間違ってるけど、完全に違うとも言えないな。でも、なんで夢だって気づいたんだ？お前の認識だと、スメール人は夢を見ないはずだろ？あなたたち、一人目の賢者の物語は聞いたことあるかな？最悪から逃れるために、送信を探す旅に出た人の話なんだけど。おう、それなら聞いたことあるぞ。オイラたちがスメールシティに来たばかりの頃、ドニアザードが教えてくれた話だ。その旅に出たやつが一人目の賢者なんだよな。ええ、でもあなたたちが聞いた話では彼は一人目の賢者にまだなっていなかった。その物語にはまだ続きがあるの。彼の敬虔な心と英知は送信に認められた。だから送信は彼に祝福を与えることにしたの。一人目の賢者の前に現れる様々な不可思議な光景、それはまるで全世界の知識が具象化され目の前に現れたかのようで彼を魅了した。どれくらいの時が経ったのかはわからないけど、彼は自分に理解できる知識をすべて掌握した。その後彼は送信にこう言うの。両親や妻、子供に会いたい。もう長く家に帰っていないから、きっと心配しているだろう、と。送信は微笑むと、次の瞬間、賢者は自分がベッドの上で横になっていることに気づくんだ。まるで、夢から覚めたかのようにね。それで、そばにいる妻がこう言うの。今日は、送信を探しに出る日よね。気をつけて行ってらっしゃい、あなたって。それから、一人目の賢者は、スメールシティに訪れていた災厄をいくつも解決し、教令院を設立するんだ。めでたしめでたし。つまり、一人目の賢者は、物語の最初からずっと夢の中にいたのか？というか、出発すらしてなかったんだな。うん。きっと、彼の敬虔な心と決意が送信に届いて、夢という形で祝福を授けてくれたんだと思う。なるほどな。お前の考えは分かったぜ。確かに面白いけど、オイラたちも早く目を覚まさなきゃいけないんだ。物語の中の賢者みたいにな。そうなんだ。ちょうど今日の過信探査も終わりを迎える時間だね。せっかく夢の中にいるんだから、最後の過信の舞は少し派手に踊ってもいいかな。私が家臣の舞を神へ捧げるね。
旅人、大門、それとありがとう、ドニアザード。私のために家臣探査を開催してくれて。あなたはドニアザード。無事だったのか。オイラたちを脅かすなよ。ああ、旅人にパイモン、ちょっと聞いてよ。私ね、夢を見たの。夢の中でニーローが家臣の舞を踊ってたのよ。